1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1番の大久保、まずまずのスタート。少しセンター勢2人が伸びていきまして、3コースから3番の体まくってく、まくり炸裂、一気にここは伸び込んできました。そして後方1マークではアクシデントが出ています。スタートは前提正常でした。なお1周の1マークにおきまして4番のクロミオは落水失格です。4番のクロミオ落水失格となりました。予選最終日3日目のボートピア岡部カップ開設21周年記念ベスト12をかけてのポイント争いもいよいよ大詰めとなっていきます。水面上は第10レースの戸田特賞を迎えました。なおこのレースは6番の田口節子家事都合のため欠場となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。イントリコース1号艇2号艇コースタート。トップタイミングはインコース1号艇三浦、そのまま先行する2コースから2号艇水野は差し込め、センターから3号艇の真ん中へ上げて、おっとっとっと後方で水しぶきが上がっております。このスタートは前提正常です。お知らせいたします。6号艇の坂野は転覆のため失格です。1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なり2秒、1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコース1号艇の戸田、人気の中心がトップスタートを決めて1マーク。まずは逃げる1号艇の戸田、刺して2号艇のまくり出してくる3号艇のあと4番、5番、6番ですが、バックセッチャー見事なイン速攻が決まった。1号艇の戸田隼人を早くも先頭を抜け出して、現在2番手は3号艇で新田智明上がってきて、後ろで2号艇、6号艇が並んで、あとは5番、4番、なおスタートは正常でした。ライトマークトップ抜け出した1号艇の戸田、2番手で回って3号艇の新田、懐5号艇、後ろ6番、2番、4番と攻めていきますが、さあ3号艇が遅れまして、さあ後方でアクシデント接触があって、さあ先頭1号艇、2番手は6号艇でレーサー2周目とあります。第10レースは3号艇の新田智明が妨害失格となっています。なお4号艇の松浦博人は失格となっています。1番、5番、2番、3番、4番、6番、まもなくスタート。今スタートしていきました。お知らせいたします。第12レーススタートにきまして、フライング欠場艇があるかも分かりません。第12レースは1号艇の石川真嗣がフライング変換欠場、1番に関する船券は全てお返しいたします。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。わずかに外5号艇の中のいいスタートを切りました。1周1マーク、1号艇1端逃げる、3号艇の片端マークに行く、まくり出してくるのは5号艇の中の内からも2号艇の斉藤、バックストレッチ1号艇の1端が先頭です。3号艇片端、5号艇の中のへさきがかかる、さらには2号艇の斉藤です。後方は6号艇の平井、4号艇の河野、スタートは正常でした。1周1マーク、1号艇1端、5号艇の中の内からも2号艇斉藤、3号艇片端スタンド前、2番手5号艇の中野です。3番手争い2号艇の斉藤、内からも3号艇片端時計前、3号艇片端が内、外2号艇斉藤、3番手争いこの2人、2周1マーク、3号艇片端、内からは3号艇片端、外は2号艇の斉藤、バックスレッジ内回ってきました。3号艇の片端が3番手2艇新リードを作っています。4番手が2号艇の斉藤です。後方は6号艇の池田と4号艇の河野、22マークの旋回、1号艇車し5号艇の中野、3番手2号艇斉藤の内からも3号艇片足、2
2号艇斉藤、そして3号艇片橋、3号艇の片橋が2号艇斉藤、さっきかけたが最終周回バック、3号艇片橋、そして2号艇の斉藤、3番手の水、3号艇の片橋、そして2号艇の音、2号艇の斉藤、そして6号艇の池田がもつれました。一定アクシデント2号艇の斉藤ですが、なんとかレースに復帰しましたが、ここでお知らせがあります。2号艇の斉藤は妨害失格、2号艇の斉藤は妨害失格です。ラストターンが来る最後の直線コース、先頭は1番の市橋ゴリ、5番中野ゴリ、3番片橋ゴリ、4番河野ゴリ。なお2号艇の斉藤は妨害失格、6号艇の池田は転覆失格となっています。戦の6日間シリーズ第7回徳島バスカップのシリーズ初日、競争水面上前半戦迎えるカードは第5レース女子レーサーによる一戦です。1号艇の魚谷香織ですが、過実号のため欠場となっています。対戦カードが進んでいきまして、水面上特賞第10レースを迎えました。第10レース3号艇の池田志乃は前走レースで負傷したため欠場となっています。1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1番2番3番とスローの3艇コースタートを決めて3コースから出ていくのは3号艇サイガ、1枠の切開まくる3号艇のサイガ、続いて1号艇まくり出しは5号艇武井、内側から4号艇飛びなり、バック側3号艇のサイガのうち5号艇の武井が届くかどうか、さらには4号艇の飛びなりが迫っています。スタートは前提正常でした。3番4番5番と3艇固まった状況で2マークの攻防へ、先に回るのは3号艇のサイガ、続いて握った5号艇の武井、内側から4号艇飛びなり、先頭は3号艇の雑賀勇気、その両サイドから4番5番が挟むように迫っています。わずかなリードは3号艇雑賀、内に4号艇富成、外は5号艇の武井。2周目1枠の旋回です。先に回るのはここも3号艇雑賀、続いて握っていく5号艇の武井、先頭は3号艇の雑賀勇気です。すぐ後ろの2番手が5号艇の武井隆、3番手は4号艇富成健二。現在上位3艇は3番5番4番の順、後続は1番、6番、2番と続いて2周リマークです。先頭3号艇のサイガ、切り込んでくる5号艇の武井。先頭は3号艇サイガが守りますが、もう一度定冠詰める5号艇武井隆。先頭2番手が2艇身と詰まってきています。レースは最終周回。その後ろ水が入って4号艇富成が3番手です。3周1枠の切開。先頭を守る3号艇サイガに対し5号艇の武井、ここも刺してバック側。先頭は3号艇のサイガのうち5号艇の武井がさあ届いてきた。平先入ってきました。サイガのバックで5番3番並走と変わっています。3号艇サイガをついに捉えた5号艇の武井、これからラストターンマークの旋回です。内側から先に待ってくるのは5号艇の武井、差しハンドル3号艇のサイガ届きませんでした。最後の逆転先頭5号艇武井、2番手3号艇のサイガ、3番手は4号艇富成、そのうちのアクシデント、先頭5番五輪、3番五輪、4番五輪、1番、6番、五輪の2マーク付近で1手アクシデントとなっています。なおこのレースでは2番の前川が転覆のため失格、2番は転覆失格となりました。
1番、2番、3番、4番、5番、6番の並び。スタートしました。1番、2番、4番、この辺りがわずかに覗いたスタートから出ていきます。伸ばし合う1番、2番、1枠逃げる1号艇百武、刺す2号艇の丸尾、まくり出しは3号艇、外から5号艇、後ろは1艇アクシデントです。スタートは前提正常でした。先頭2号艇の丸尾に一定審査で4番1番が食い下がって、その後ろは5番3番が構想続いています。1マーク付近では6番にアクシデントです。6号艇三宅健太転覆のため失格となりました。